小石です。今回も改良した路面電車を紹介します。フランよ。今回は改良型路面電車のみの紹介よ。早速始めるよ。まずは名鉄も600型です。1970年に登場した、美濃町線を中心に活躍した名鉄の HL 車ね。それ、デザインと配分はこれ。赤単色に、白体、わかりやすいですね。ちなみに白体がない時代もあったので、赤一色で走らせるのも良いでしょう。次は開通の鉄道の、で7000型です。1961年から製造された車両ね。今回は標準色と呼ばれた塗装を再現したのね。そそ、デザインと配分はこれ。少し色あせた感じの色にしてみました。実車は正面の塗装が斜め下に向かっているけど、個人的にこの状態でもあまり違和感がないわね。個人の好みによりけりですな。てか実車が高岡駅に停車してる姿かっこよすぎてやばかった。次は横浜市電線600型です。1957年に木造車を改造して製造され、1970年に廃車になった車両ね。らしいね。でデザインと配分はこれ。前回の1100型で使用した色をやや調整してみました。製造直後みたいな感じ。なのかしら。次は都電7500型です。1962年に製造された車両で、更新後の塗装を再現したのね。そうだね。でデザインと配分はこれ。来日と2の色は濃い緑にするか迷いました。どの塗装にも言えるけど、日の当たり方で色も違って見えるから、かなり考えるのよね。そうなんだよねー。とりあえず今回はこんな感じで仕上げたので、色が気になる方はこの配分を参考にしつつ、自分好みの色に仕上げて走らせてあげてくださいね。次も都電です。7500型の7511号です。引退前に半回電気軌道の旧塗装に塗り替えられた車両ね。そそ、デザインと配分はこれ。デザイン B で実車っぽくなるのは、この車両ぐらいではないでしょうか。屋根に大きな冷房もあるし、ドアの位置も似ているのでかなり実車に近い再現ではないかと思います。ライトやカンタの位置まで完璧だし、後ろを見なければ完璧ねー。次は岡山電気軌道7100型です。1959年に秋田市電が製造した車両を譲渡。岡山電気軌道線型となり、1981年に車体を乗せ替えて7100型になったみたいね。複雑な経歴だね。でデザインと配分はこれ。来日の青帯ですが、これに結構悩みました。前面窓の下だけに青帯が配置されているから、側面にはいらないのよね。そそ。なので来日をボギと同じ色にした車両も作りました。右側の車両が、来日をボギと同じ色にした車両ね。そそ。どちらがいいかは完全に個人の好みなので、好きな方を走らせてあげてくださいね。ちなみに来日が、車体と同じ色の車両の後ろ側はこんな感じです。この後ろ側の顔頭部8000系の更新車みたいだよね。なんかわかる。今回はここまでです。次回では、高性能路面電車を中心に紹介したいと思います。もしかしたら次回では、今回と前回紹介しなかった路面電車の再現車両を紹介するかもしれないわ。今回は再現に苦労したなぁ。意外とそれっぽくできる車両がいなかった。次回は紹介する再現車両の数を前回並みにしたいわね。この動画に関連する質問や、感想、リクエスト路面電車がある方はコメント欄にどうぞ。リクエストは前回の初期型路面電車や、今回の改良型路面電車でもか。そっぺでは。